不定詞1不定詞とはですさあついに英語の山場不定詞がやってまいりました皆さんもね不定詞に関してはある程度イメージを持っていると思うんですがこの授業を受けたら今までの不定詞のイメージが変わりますお楽しみにそれではスタートそれでは例題こちらどすん 次の英文を日本語に訳しなさい。もう日本語に訳しなさい。直球ど真ん中の非常に遊びのない例文出しました。1問だけです。1番。I live in America to study English.I live, English. live in America to study English. です。で、これもね、皆さんそれなり以上に英語をね、やってればでも日本語訳せるから不定詞がどうのこうのとか言わんでもまあ確かにそうよね。でもね。 この英文はもう日本語バチッと出てくると思うんだけど長文読んでる時に「さあこの不定詞を含む文を訳しなさい」なんて言われた時にパッと日本語訳浮かばないのよ。だからこの例文でごめんもうすぐに分かると思うんだけれども一体どういう働きなのかをちゃんと確認してほしいの。で今回「I lived in America」「私はアメリカに住んでいる」っていう塊と「to study in English」「英語を学ぶ」 こんなふうに見えてくると思うのでここのところになんか「トゥ」があってこれをたまたま我々ととか用法何とか用用法法って言ってて言るのだからこれでバチッともう皆さん日本語力で「うし!」って持ってこれるんだけれどもまずは「アーレ in で m e アメリカ」「私はアメリカに住んでた」「そして to study in English「トゥ・スタディー・ n ングリッシュ」んかここでね塊が始まって足されてるぞこういうイメージを作ってほしいんです。はい ということで今回のィーケーズポイントはまさにこのイメージ。それでは皆さんこちらズドン。不定詞とははい。まずは確認のか確認な形の確認ね確認の形形の確認。不定詞とは to 動詞の原形ということです。ねこれ to 動詞の原形で前置詞の to と同じ形なんですけれども一つ大きな違いがあって。 前置詞の to 自体もそんなに to to って変身するわけじゃないからそんなに強くは言わないんだけれども不定詞の to はもっと弱いです何なのかっていうと to ではなくこの母音のね O の音は出ないで to,to ぐらいです英語の場合はシーンと母音の組み合わせで音が出るんです日本語とは違ってシーンだけでも音を出すんですですから不定詞の場合は to,to この t の音だけっていう感じこれが後で重要な意味持つんだけどね だからはいもう一回確認すると形 to プラス動詞の原形音で言うとタ動詞の原形ということじゃあそれが何なのかっていうとそう塊で塊でこの to 以降の塊で意味を足すんですプラスのイメージなんですそうくっついて足し算するよっていうところに不定詞の to を置くのそして読み方も to て o に力を入れるんじゃなくてタ そうすると何か見えてこない to の働きはプラスのイメージ塊で意味を足す to なんだけど音は t だけあれ何か見えたよねよしじゃあその謎解きの回収も含めて戻るよ to I live in America to study in English I live in America to study in English 私はアメリカに住んでいましたで英語を学ぶでもこの to はねプラスのイメージだ足し算だ そんなこと言ったよねじゃあそのイメージが分かりやすいように皆さんの脳の中に映っている映像をここにっ抜き取って示したいいと思いますそれでは構想3年かかったこの英文ご覧くださいこちらズドンほら皆さんの頭の中に映っていた映像はこれでしょ先生心を読めるんですあそういうのいいあいけはい分かりました「I live in America」というのを代わりにプラス「study in English」 I live in 私はアメリカに住んでましたよプラス英語を学ぶんですこんなふうにねメインの塊おまけの塊これを「to 正しくは「たって足し込んだということさっき言ったよね「to だけれども読み方は「たぐらいしか言わないよ「o の音は消えちゃうぐらいだからっていうことで本当にプラスにしましたさあじゃあここからがまた「 先生勝手にこうやって崩したけれどもどうしてくれるんだ大丈夫です皆さんの心の中にあるそんな映像そんな動きをちゃんと先生先読みしてね示しますそれでは皆さん緊張の一瞬ですカウントダウン3秒前からいきましょう皆さんの映像にあるのはこれ3210うるやっトイ どううでしょうすっきりしたでしょう皆さんの頭の中にあった映像はこうなんじゃないでしょうかね批判ツッコミは一切受け付けませんはいということでまさにこの TO の「TO」の発音が「た」だけそれが「+」プラスで「+」プラスのまんまじゃ数学の記号で都合悪いから「ほっ」っていうことで「O」を足しただから結果としてね全知詞の「TO」に似てる形だし同じ形なんだけれども意味合いとしては「塊」を 塊と足すわけだから今回も訳す時は「私はアメリカに住んでいた」という意味の塊に英語を学ぶという塊をね TO で足したの。じゃあ最終的に「どうしよう」こうねえー、足すね。 どういういうに足そうかなって言ったら「ために」っていう訳がいいかなっていうこと。いい決して不定詞の副祉的予報目的これにぴったりだって訳にぶち込むんじゃなくて塊塊と塊が見えたでしょじゃあ足すから、うん、結果として目的に合うねっていうこと。いいね不定詞の副祉的予報目的があるからそれに合うように訳せじゃないからね。はいじゃあ「塊の役」「塊の役」 この TO につなぎ言葉に足す訳も出ましたまとめます私は英語を学ぶためにアメリカに住んでいたはいこういうことになるの わかかるかなごめんね皆さんね本当はねこの訳バチッと出てきたと思うんだけれどもすごく遠回りしましまた確かにこの例文とこの日本語だけを考えたら遠回りなんだけれどもこの「トゥ」の働き音が「タ」になるそしてどういう形なのか全体と全体の塊を足すっていうねこのイメージがつけばもうこっから先の不定詞全部あとはこの一つのたった一つの足し算のイメージ「足し算」のイメージ。 これだけ分かれば全部使えるからいやー頑張った 2= 足し算たのイメージこれでいきましょう続いての例題こちらバスン2番「It is important to keep early hours」3番「I have something to drink」この2つですじゃあ2番ね「It is important to keep early hours」 で、まあ、まあまあね、あの説明をね、始める前に熟語表現を拾っとこう。keep、are、they、t h これでね、早寝早起きをするです。早寝。早起き。をすると。こういうことになります。そうなの。早いのはわかるでしょ。ね、なんで they って複数なのかっていうと。寝る時間と起きる時間。二つの時間が早いよ。 キープしてるっていうイメージです Keep early hours ー e e p e アーリ y h o u ー s はいじゃあまあまあそれはさておきはい英文全体見るとこれとかほらなんか頭の中で皆さん浮かぶでしょあ名詞的を仮守護公文デーキャーみたいなうそういうのいいからそういうのいいからはいとゥーミッはい塊、えー、足し算多数のイメージはい「イルズ・インポ それって重要です。It is important. それは重要です。えー、Keep early hours.Keep early hours. 早寝早起き、えー。それって大事です。早寝早起き。となると、それって何と。そうだね。今回足すんだけれども、結果としてこのそれっていうのが前振りで実際の中身がないでしょ。はい。それでは大事なことを言います。じゃじゃーん。 早早寝早起きですということでたまたまこの「イット!」が「はいそれじゃあ始めるよ」これほら天候とかの「イット!」でも一緒でしょ「It、is fine today いやー今日はファインだぜ」あ「あ天候ね」ね「ね l o c k それでは9時です」みたいな感じで、ね、時間とかさ天候とかこの「イット」って前振りだけで何の意味ないでしょ「じゃあ今回はい大事なこと言うよ」は「はい足します」じ「じゃじゃん!「早寝早起きです」 じゃあ訳すときにどうしようまるでここにあるかのようなイメージで訳せばいいんじゃないそれって大事早寝早起きじゃあ早寝早起きすることは大事ですはいですからそれをまとめると結果として早寝早起きすることは大切ですってなるわけわかる 構文だとかそういう枠組みがあってそれに合うように役を乗っけるんじゃなくてまずは塊「塊」「塊」「それって大事ですよ」え中身ないじゃんあなるほどね前振りで本当の中身はこっちにあるんだ。早早早寝起早起き早寝早起きは大事ですだからここすることを入れたけれどもほら日本語だったら「早寝早起きは大切です」で通じちゃうでしょ。大切なんです早早寝早起きは これだって通じるんですですから結果として仮下ご公文だ名詞的用法だなんてあるんだけれどもここの塊足すことのここの塊こんなふうに見れたらもうね前から戻らずにバチバチもうここで区切っちゃって大切なこと言います。早寝早起きだよね。なんていうイメージがつくわけ。いい ね、の変える読みがいいとかね、えー、スラッシュできる読みがいいとかどっちがいいとかじゃなくてね見方としてパチパチってこういけるじゃないっていうことねいつでも何でも区切れって言ってるわけじゃないからねはいじゃあ3番も drink はいじゃあここも「to があってなんか動詞の原型だから不定詞かじゃあここでねキュッキュッとして足すイメージ 私ちょっと何か欲しい飲むって感じであなるほどじゃあ一応ここでまあ区切って私かか欲しいんんですよ飲んじゃおうかなこれじゃあ日本語にならないから「飲むための」なんていうふうに結果として「ための何か」っていうふうに言えばいいしもっと言っちゃえばまとめて「飲み物」ってなるわけ だからこのね不定詞が名詞であるサムシングにかかるので形容詞的用法って結果として言えるんだよでもそれでいいか名詞の後ろに不定詞だ形容詞的用法だためろって訳せっていうことじゃないの実質的には一緒なんだけれどもまずはここの塊で T だからててててたすということでかかるということいいね形容詞的用法があってそれに当てはめるように訳すんじゃなくて英語という現象があって それを足し算するときにたまたま役がぴったり。そうすると私は飲むためのものが欲しい。これで全然いいんだよ。でもこれだとちょっとね日本語がね不器用かなっていう感じなので飲み物ってなるわけ。いい？ ですから最初からサンスインってドリンクを飲み物バチってまあ皆さんいけると思うんだけれどもそこがね英語の勉強の本質ではなくてそうするともう日本語で英語を見るようになっちゃうから英語の塊「俺ちょっと何か欲しいんですよね」「飲む感じ」みたいなちょっとなんかギャル語みたいな感じのしゃべりになっちゃうけど「何か欲しいな」つうか「飲んどく?」っていう感じなんです。ですからこれをまあスラッシュで区切って読むなんていう読み方もあったりするけれどもそれと近い感じです。 で結果として区切って意味合いを取ったら日本語に直すときにたまたま形容詞としてかけるいいかな？不定詞の形容詞的用法っていうものが英語にあってそれを使うのではなく英語の塊塊訳したらこうなりましたよっていうこと遠回りのようだけれども塊の足し算これを覚えるだけで今後すごく楽になっちゃうんです。 はいということでおさらい TK ズポイントこちら不定詞とは不定詞まず形です to 動詞の原形 to 動詞の原形でもって言ったよねちゃんと発音すると「to ではなく「た」「た」「O」の音が消えて「T」の音だけこんなふうに「T」が消えるよね「T」消えない「O」が消えて「T」だけ残ると足し算のプラスの記号っぽく見えるよねそう音から分かることだけど 不定詞の働きは塊で意味を足すんですまさにプラスのイメージなんですですから皆さんパッと訳が簡単な例文だと出ると思うんだけれども不定詞のところから塊を足すんだそれをまずしっかりと掴んでほしいんですさあ深めて本質的なことがわかるとこれから先の不定詞の勉強はすごく楽になりますさあ皆さんよく頑張りましたこれからも頑張りましょう